今日さ、ママってからね、暑いね、みたいな。連絡が来て、そうだね、みたいな。お返事して、夏休みは、みたいな感じで、休みの予定を言われて、ママってが休み、遊びたそうにこちらを見ているの状態になったわけよ。みんなの休みが、小屋たちにとっての活動時間だから、みたいな。実はな、結構忙しいんだよな、みたいな。感じで言って、まあでもどっかでね、出かけられそうなところがあったら、出かけようね、みたいな。そしたら、なんかママってが、じゃあ、ママが遊びに行こうかな、みたいな。言ってて、小よりは気づいた。実はですね、まだ、ママってに、ちいこよかったこと言ってなくて。ママってが、そもそも、あんまりその、動物が得意じゃないっていうので、今までこよりはね、獣を飼ったことがなかったんですね。毛の生えてるのを飼ったことがなくって。いや、なんか言ったら、絶対なんか心配されるなぁと思って。なんか止められそうだなぁと思って、まあ、飼う前には言わなかったわけよ。自分は獣、そう。自分が獣なんだけど、自分が獣だからこそ、なんかその獣を飼うっていうのがね、あんまり得意じゃないみたいな感じで。あ、そこやの配信を、ママーテがチェックできてないということが明らかになってよかった、みたいな感じにはなったんだけど、多分、なんか、いとこーて、よく出てくるいとこーては、こよの配信とか、たまにチェックしてるみたいだから、さすがに、知ってるそうなわけよ。こよが、ちいこよを飼い始めたこと、から、なんかそのいとこーてから、ばらされてるかなーって、思ってたわけ。それもなんかバラされてないっぽいなぁということがわかり、ママーテとコラボはね、小よりはしませんので、そう、ママーテの身バレが一番怖いから、やっぱ家族守りたいから、小よりは、家族はね、出さないですね、絶対。前も言ってたけどね、なんか街中で声で、あれ?もしかして、白衣小よりちゃんのお母さんですか?みたいになるのがちょっとやっぱ怖いなぁって思っちゃう。あら、パパってもマーっても出しません。いとこーっても出しません。怖いよ。それと、まあ、仕事上みたいなとこもあるしね。なんか、人とね、話す仕事してるから、よくね、その声をさ、発するからさ、からちょっと怖いなと思いますね。隠居したら出てもいいかなみたいなとこあるかも。そうそうそう。人によってね、親の状況も違うからね。仕事を辞めてもう家にずっといますみたいな感じだったらまあまあええかなみたいな気がするけど、結構ね、外で声発すると心配だわ。こよこよこよここよここ